下がホテルの真ん前です。とっても高いです。30何階建てまであります。コンドミニアムの中をぐるり一周します。56日間、とても快適に過ごすことができます。クーラーです。あまり使いませんが、暑い日は何回かつけました。ゾウさんは朝寝中です。台所です。収納もいっぱいあって使いやすかったですけど、調味料などほとんどないかったので、いつも同じものだけ食べていました。この手前の左側がつかなくなって大変でした。ここでいつも達夫さんはパソコンをやって時間潰しています。洗面です。所です。ここでいつも洗濯を手洗いしています。トイレとバスタブです。夜はここにお湯をためてゆっくり浸かります。シャワーはかなり高いところについているので、私は背伸びをしていつも使っています。ちょっと使いづらいです。日本から持ってきたシャンプーとリンスです。こちらで1700円で売っていたのにはびっくりです。こちらが収納です。かなり中にたくさんかけられるので助かります。こちらはラナイからの景色です。私たちは17階に今回は住んでいます。少しですが海が見えます。今日はちょっと雲がありますけど、綺麗な海の色です。
手洗いなので洗濯物をいつも椅子にかけて干しています。時々鳥が遊びに来てくれます。